ボートレースセミナリの第34回グランプリ、史上初の内定開催のグランプリはいよいよシリーズ戦の大一番。まずはシリーズ戦の頂上決戦、第11レースの優勝戦、雨降りの中での宇宙決戦で、そして風はなく水面は穏やかです。1二3の4号6とゆっくりと枠なりに並びそう。さあ1号艇の木下翔太、人気の中心、今回 SG3 度目の優出で地元で SG 初 V に王手をかけました。2号艇で西村拓也、今回地元で SG 初優出、初 V に挑戦。3号艇で馬場吉也、今回シリーズ周りのグランプリメンバーでただ一人優出、今年 SG3 度目の優出。4号艇引っ張るでしょうか、篠崎元氏、第27回大会の覇者がシリーズ戦4度目の優出。5号艇の西山貴弘、シリーズ戦2度目の優出で SG2 度目の優出。そして6号艇の永井恭也、今回シリーズ戦初優出の SG 初優出。枠なりで3対3に分かれてまいりまして、進入体系固まってまいります。さあ令和初代のシリーズ戦の覇者は一体誰になるのか、第11レースのシリーズ戦のファイナル優勝戦、12秒進が回っています。スタート10秒前、インコースから1番2番3番、4番5番6番、3対3の枠なりで間もなくスタート。2秒1秒、今スタートしていきました。このスタートインコース1号艇、出し切れたら4号艇、6号艇、この辺りですが、まずは1マーク逃げる1号艇、人気の木下、そして2号艇、3号艇、あと4番5番6番ですが、バックスチャー優先から1号艇の木下翔太、しかし内から3号艇の馬場ですが手を出してくる。さあ1号艇、3号艇、ここで突破の戦になった。1号艇、3号艇が抜き出しての突破の戦、後ろは後方6号艇、4号艇、5番から2をスタートは成功でした。第3マークは3号艇の外から全速回1号艇ですが、振り込んだ。ここで先頭には3号艇の馬場吉也、そして2番手には6号艇となっていまして、後方では1号艇がアンシデントとなっています。なお1号艇の木下翔太が失格となっています。シリーズ戦の大一番の優勝戦で人気の中心で、1号艇の木下翔太が失格のアクシデント。さあバックスチャー先頭で3号艇の馬場吉也が SGV2 へと向かっていまして、2番手に6号艇の中井陽也、そして現在の3番手の選手が4号艇の篠崎本郎氏が上がってまいります。さあ第3マークを回ります。レースキーの外を回りますが、先頭で3号艇の馬場吉也、そして2番手には6号艇の永井陽也、そして3番手には4号艇の篠崎元氏、直線コースへと戻って、上位が3、6、4で、あとは2号で5艇が最終周回へと入ります。なんとシリーズ戦のラストの優勝戦、シリーズ戦の優勝戦では波乱となっていまして、3号艇の馬場吉也、シリーズ周りの見事うっぷん話、見事な地図を見せまして、3号艇の馬場吉也、今年8回目、スミレージャー2回目、SG は2回目、規模通算では39回目の優勝が持って、今回シリーズ周りの雪辱を果たす、シリーズ戦は初優勝の初優勝。さあ、オッズ2連単ですが、98.7倍、3連単ですと 558.9倍となっていまして、シリーズ戦のラストの優勝戦は大波乱となっていまして、3号艇の馬場吉也が SGV2 が目前となっています。優勝3号艇の馬場吉也、ゴールイン SGV2、 6番ゴールイン、4番ゴールイン、2番ゴールイン、最後尾に5番がゴールイン。最初のグランプリの第34回大会、史上初のナイター1億円バトルで新たな伝説の始まりとなる、これより頂上決戦第12レースグランプリ優勝戦。さあ今日は1日雨降りの中での競争で、現在は風はなく水面コンディションは穏やかです。さあ1号艇の石野貴之に、ファイナルは1号艇地元人気の石野がイン逃げなるか、2年ぶり6度目の頂上決戦、初 V に王手をかけました。2号艇の桐生純平、2年ぶり3度目の頂上決戦。3号艇のブス島誠、3年連続5度目の頂上決戦、雪辱なるか。4号艇引っ張るでしょうか、白井英二、2年連続3度目の頂上決戦で、5号艇の瓜生正義、こちら3年ぶり8回目の頂上決戦。そして6コース6号艇の吉川元博、10年ぶり4度目の頂上決戦で、さあスロー勢は1、2、3、ダッシュ勢が4、5、6、そのまま枠内の3対3に分かれてまいりまして、早めに進入体系が固まってまいります。さあ令和初代の賞金王は一体誰になるのか、第34回グランプリ優勝戦大一番です。12秒進の回転で枠なり3対3、
さ雨降りの中での宇宙決戦ファイナル、インコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番で間もなくスタート。3秒、2秒、1秒、今スタートしていきました。さあ、コースタートはスリップを6名がほぼ横して揃ったスタート。1番手逃げる1号艇、西野隆之を握ってくるか、マークジャッシュが3号艇、さらにこの2号艇、あと5番、4番、6番ですか、バーツジャー陰線から踏ん張ったか、1号艇、しかし内から2号艇のキュウルンデーが上がってくる、1号艇、2号艇が突破らせ、後ろは5号艇、4号艇、3号艇、6号艇、なおスタートは正常でした。大胆な手は前を抑えた、1号艇の西野隆之、交流旋回、ところを2号艇のキュウルンデーですが、届かず、先頭はハーツ VX か、1号艇、ここは2号中心で地元の飯島隆之、裏っ切り号艇、3番手、5号艇、1位対応となって、ペースは2周目となります。さあ、先頭には FG 連続優勝、そしてグランプリ初制覇と向かって1号艇の西野隆之、優先から踏ん張った。2番手は2号艇の九州で、3番手5号艇、9で、後ろは先頭で5号艇ですが、現在は上位1位対応ですが、そこから5号艇無理よ。さあ、4号艇と5号艇、両者が3番手争いになって、あとは3号艇、6号艇の順になっています。さあ、令和元年頂上決戦、先頭には1号艇の西野隆之、令和最初の1億円は1号艇の西野、3号艇の9号艇の桐生、後方の3番手です、4号艇と5号艇ですが、ここでまた6号艇の白井健二3番手、1位対応で最終周回へと入ります。先頭には2号の気合が走って踏ん張った1号艇の石野隆之、これでファイナルは6度目の勝利の悲願達成、令和元年優勝の美を飾ります。そしてでは2号艇、後方3番手、4号艇で最後のバックチェーンが入ってきました。上位が1位対1号艇の石野ですが、 FT は8回目、そして自己中3では57回目の優勝が目前、グラッチャー2号艇、3番手争いは現在4号艇、最終ターンターンへと向かいまして、さあ令和初代の賞金王、史上初のライターグランプリの頂点は1号艇の日本一の高い木、まもなくゴールを迎えます。優勝1号艇、一の高い木ゴール、2番ゴール、4番ゴール、5番ゴール、3番、6番がゴール。